今月フロリダ州で行われた MLB のオーナー会議後に MLB のロブ・マンフレッドコミッショナーは昨年12月にロックアウトが始まって以降初めて会見を行いまして、その中で現在行われている労使交渉に関連してこのような発言をしました。私は楽観主義だ。レギュラーシーズンを予定通り開催できるよう合意できると信じている。またコミッショナーはこれに加えて労使間の紛争によってレギュラーシーズンの試合が中止となる事態は悲惨とも表現。しかしカレンダーもすでに2月中旬と呼ぶような時期となってしまい、明日行われる NFL のスーパーボウルが終われば例年であればもうすぐ野球の季節、ピッチャーとキャッチャーがキャンプ地に到着し始めるはずの時期でしたが、球春の到来は依然ほど遠い状況にあります。MLB は今日選手会に対して新労使協定の対案を提示しましたが、内容はこれまでのものから大きな変化、大きな譲歩はほとんどなく、選手会側は MLB の提案にがっかりしたと報道されています。労使協定合意への道筋はまだまだ遠く、マンフレッドが示したこの見立てはあまりに楽観的すぎる印象で、予定通り開幕を迎えられるかもかなり怪しくなってきました。ということで、昨年12月にロックアウトが始まって早いものでもう2ヶ月半、70日以上が経過しました。日数だけで言えばすでに1994年のストライキに次いで史上2番目の長さとなっている今回のロックアウトですが、 MLB と選手会側も1月中旬頃からようやく交渉のテーブルに再びつき、新しい労使協定合意に向けて動いているところではあるものの、なかなか両者の溝は埋まらず、依然として合意への糸口は見つかっていません。試合の中止などによる経済的なダメージが現実的なものとなってこない限り、交渉が進展することはないとは12月の時点から考えていたため、合意するとしても最速で1月下旬から2月上旬と考えていたんですが、交渉は思った通りにはいかず、その日程すらもすでに超過し、また今日 MLB が出した対案も選手会を満足させるような内容ではなかったため、スプリングトレーニングの開始延期はもう避けることができない決定的な状況となりました。そしてじわじわと開幕のことも考えなければいけないような時期となってきまして、今のところ3月31日に MLB 開幕ということになっていますが、この状態が大きく変わらない限り開幕の延期も残念ながら全くありえない話でもなくなってきました。一応両者の交渉が全く進んでいないわけでもなく、合意に近い事項もいくつか存在はします。先日のコミッショナーの会見にて NLA の DH 制の導入ですとか、またクオリファイングオファーを提示された FA 選手を獲得した際のドラフト指名権の保証を廃止することに合意したとコミッショナーが発言。もとも MLB と選手会で明確に合意したというわけではなく、 MLB の労使協定案に含まれているからというのが正しいようなんですが、一応選手会が要望していた事項のいくつかには対応する方針であると。この他タンキング対策としてのドラフトロッタリーを導入することにも言及していたりですとか、交渉自体は一応前進はしています。ただ問題なのが、今回の労使紛争の争点となっている事柄に関してはあまり交渉が進んでいない、この点なんですよね。野球に限らず労使紛争は大体そうなんですが、今回の争点もやはり選手側に流れるお金の問題が大きいです。コロナ禍以前の MLB は収益が毎年拡大を続けている状況にありましたが、年俸を決めるシステム上の問題ですとか、一部チームによるタンキングの横行、またコスパに優れる若手偏重の起用も影響してか、収益の増加に反して選手の平均年俸は2017年から2021年で逆に 6.4% も下がるというありさま。ここにはコロナの影響ですとかロースター枠の拡大も影響はしているんですが、少なくとも MLB 全体の収益の伸び率ほど選手側が報われてはいないと。選手会は今回の労使交渉において特に若手選手がキャリアの早い段階より活躍に見合った年俸を受け取ることができるような制度づくりを目指して現在交渉を進めている状況にあります。現在の選手会の要望は大きくこんな感じとなります。12月時点では FA 権取得にかかる年数の短縮化も求めていましたが、 MLB 側がこの件に対してかなり強硬に反対していたため、1月の選手会案では落ちていました。選手会のある種の譲歩ということにもなりますが、それはすなわちそれだけ最低年俸の引き上げなど若手選手の年俸引き上げに注力したい裏返しでもあるのでしょう。また現在原則3年となっている年俸調停権取得の1年早期化も依然として求めているんですが、これと並行して年俸調停をまだ取っていない選手に対して活躍に応じたボーナスを得られる制度も提案しています。この制度に関してはボーナスプール制度と表現されることが多いのかなと思っていますが、ご覧の形となります。 MLB が得た収益の一部、選手会の案では1億ドルとなっていますが、このお金を年俸調停権をまだ得ていない上位30人の選手に分配する制度で、上位30人に関してはウィンザーボールリプレイスメントの数値ですとか MVP やサイヤング賞などの投票状況なども踏まえて決めることとなっています。まあ、要するに活躍に応じて上位の選手は元々の年俸に加えて MLB からボーナスももらえる制度ということですね。
この制度が創設されれば、昨年サイヤング賞を取ったブルワーズのコルビン・バーンズですとか、 MVP 投票で上位に入ったブルージェイズのゲレーロ・ジュニアあたりは大幅な年俸のプラスとなりまして、選手会が目指す若手選手の待遇改善にもつながると。この他は12月でもお話ししましたが、タンキング防止策の導入ですとか、あとは毎度の交渉でもそうですが、贅沢税課税ラインの引き上げ、このあたりの策を実現することで、選手会は MLB が現在得ている収益のうち、より多くが選手に回るようにしたいと考えているわけですね。で、MLB 側はというと、選手会が提案したボーナスプール制度の体系自体には合意しています。年俸調停権を一律で1年短くするよりは、選手会が提案する制度の方が対象者が少ないので、トータルの支出は少なく済むという判断なんだと思いますが、ただ選手会はプール金1億ドルを求めているのに対し、MLB 側は今日の対案で1500万ドル、制度の形では両者合意が取れていますが、いくら分配するかでやはり揉めている現状にあります。また最低年俸や贅沢税課税ラインの引き上げについても、 MLB も上げることそのものについては一致しているものの、 MLB が提示した額はやはり選手会が求めている額には全く届かず、一歩ずつ MLB も歩み寄ってはいるものの、そもそも両者の距離がまだ1キロぐらい離れている感じですので、一歩進んだところで大きな進歩にはならないわけですね。ちなみに両者の溝は表にするとこんな感じで、まあ、金額面でどこも大きな隔たりがある印象です。ボーナスプールの金額は先ほどもお話しした通りですが、最低年俸に関しては MLB が提示した最高額が選手会が求める最低額にすら届かないと。贅沢税課税ラインについても同様、選手会が求めすぎという見方も当然できると思いますが、他方でアメリカ国内のインフレ状況も考えますと、 MLB がケチすぎるという考えもありまして、 MLB ライターでザ・ MVP マシンなどの著者でもあるトラビス・ソーチックの試算によれば、前回の労使協定が結ばれた2017年からのインフレも考慮に入れると、2022年の最低年俸は最低でも65万ドルはないとインフレについていけないことになるそうなので、 MLB の今の案ではそれが叶いません。一応 MLB 側も徐々に最低年俸を、今日の対案では最高額が以前の案よりも引き上げとなっていましたが、上げてはいますので差は詰めてはいっているんでしょうが、この過程はスプリングトレーニングが始まる直前の今ではなく、もっと早く終わってなければならなかったでしょうね。合意への道はまだまだ険しい今回の労使協定。しかしマンフレッドコミッショナーが悲惨な結果になると表現したレギュラーシーズンの試合中止もそろそろ現実味を帯びてきている点は、やはり頭に入れなければならないでしょう。2020年の短縮シーズンでは、開幕前のサマーキャンプで十分な時間を確保することができず、選手の怪我が相次いだ反省から、マンフレッドコミッショナーは最低でもスプリングトレーニングに4週間は必要であることを以前示唆していました。開幕が3月31日であることを考えると、その4週間前は3月3日。ロックアウトが終結し、キャンプ地に選手たちが向かうのにも何日かかかることを考えると、3月1日前後に合意ができていなければ、シーズン開幕には間に合わないと言われています。開幕延期の最悪の事態を避けるために残された時間はあと長くても 2,3 週間程度。選手会は今回の MLB の対案を踏まえて1週間以内に再度対案を用意すると報じられていましたが、進展はあるのか、我々ファンは待つことしかできません。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。